滝沢秀明キンプリの音声流出、劣速、警鐘を鳴らした本当の狙いが明らかに。だから彼が好きなんだ。彼の 2B メンバーへの深い愛情と敏腕な経営能力に驚愕。こんにちは、スコープ芸能です。ナンバーアイがグループ公式インスタグラムで5月27日にリリースされたミニアルバムナンバリングに収録されている新曲ボンのミュージックビデオのメイキング動画を公開し話題となっています。ボンは盆栽をテーマにした楽曲ということもあり、ミュージックビデオにも和テイストがふんだんに盛り込まれています。そのセットの中で走り回り、キレッキレのダンスを披露し、さらには落ちてきたたらいに頭をぶつけるドリフターズのコント的なシーンまで、縦横無尽に大活躍する3人の撮影の裏側がメイキング動画には映し出されていました。この動画を見たファンからは、かっこいいとかわいいの渋滞、裏側が見られて嬉しい、たらい落とし最高など、ボンの盛り上がりにさらに火をつけるような声が殺到しているようです。またナンバーガイのナンバリングが6月6日発表の最新オリコン週間合算アルバムランキングで自身初の1位を獲得しました。また先日のボンが週間デジタルシングルランキングで1位、ナンバリングが週間デジタルアルバムランキング週間合算アルバムランキングで1位を獲得し、オリコン週間音楽ランキング3冠を達成しています。素晴らしい活躍を見せているナンバーガイですが、平野紫耀さん、岸優太さん、神宮寺優太さんとキング&プリンス高橋海人さんのものとみられる音声データが流出し、ネット上では物議を醸しているようです。流出した音声は1分程度のもので、まだキンプリとして5人が活動している時のものとみられています。気になる中身については、男性ならではの会話でスキャンダル性はほとんどありません。会話の中身は年頃の男の子の下ネタトークといった感じで、多少のイメージダウンはあるにせよ、ファンは特段ショックは受けていないようで、むしろメンバー間の仲の良さにほっこりする声がほとんどのようです。とはいえ、かなりプライベートな会話がこのタイミングで流出したことは見過ごせませんね。流出した音声はツアー移動中の車内で録音されたものと思われます。極めてプライベートな空間であることから、流出ルートは限られてくる。何よりこんな音声が勝手に外部に出るはずはなく、何者かが意図を持って流したことは明白。一部ではドライブレコーダーの記録が悪用されたのではないかという声もあります。と話すのはスポーツ紙記者。そんな中、ナンバーガイが所属する 2B は6月2日応援してくださる皆様へのタイトルで公式サイトを更新。誹謗中傷や詐欺行為、チケットの不正売買など複数確認していることを明かした上で、ファン向けのガイドラインの策定を発表した。誹謗中傷については中身によって名誉毀損や業務妨害にあたると判断。万が一そのような内容の投稿を発見した場合、法的措置を検討させていただきますと明言していました。 2B 滝沢秀明社長の対応は早かった。ガイドライン策定を発表したことで、キンプリ音声の拡散に一役買った SNS アカウントは次々と投稿を削除している。一定の抑止力にはなったようだとワイドショー関係者は話しているのですが、実は滝沢社長は平野さんらナンバーガイではなく別の所属アーティストを意識したのかもしれないとの噂もあるようです。それは元キスマイフット2の北山博光さんです。 2B 所属アーティストで群を抜いてバッシングされているのが北山さんです。ナンバーガイの3人が世界進出を目指して旧ジャニーズ事務所を退所したのに対し、北山さんが辞めた理由はいまいちわからないといった声もあります。しかも昨年は一連の性加害問題で事務所がガタガタだった時期、北山さんを裏切り者扱いし過剰にバッシングするファンもいるのだとか。北山さんは X、旧 Twitter や YouTube で積極的に発信していますが、旧ジャニーズ時代はご法度だった恋愛話をぶっちゃけたり、古巣の後輩タレントにエールを送るなど、キスマイファンからは空気読めという声も多く上がっていました。これまで多くのバッシングを受けてきた北山さんですが、ここに来てファン向けのガイドラインの策定を発表した滝沢氏は、実は北山さんと特別な関係性にあるようです。
過去に滝沢氏がパーソナリティを務めるラジオタッキーの滝沢電波場にゲスト出演した北山さん。年内でタレント活動を引退する滝沢氏に対して4枚半にもわたる手紙を読み上げていました。2人の出会いは13年前、舞台ドリームボーイズの舞台裏で、滝沢氏に呼ばれた北山さんは怒られる、干されるとビクビクしていたと振り返っています。実はカトゥーン中丸雄一さんの冗談に付き合って本番中にふざけてしまった北山さん、本当にやるとは思わず中丸さんにもお前やばいよあれと言われていた時に滝沢氏から呼び出しがかかったと言います。ですがそんな北山さんに滝沢氏が投げかけた声は、君か北山って、そかそか今いくつだ、舞台の打ち上げ来いよと声を荒げることはありませんでした。打ち上げで仲間の笑顔に囲まれる滝沢氏を見て、これが座長か、かっけえなと尊敬の念を抱いたと言います。そして北山さんが意を決して滝沢氏の連絡先を聞き出したことから、2人はプライベートでもご飯や旅行飲みに行くようになります。舞台で高所から転落した滝沢氏をとっさに北山さんが体ごとかばったことがあるというエピソードがファンの中で語り継がれているのも納得ではないでしょうか。以前滝沢氏は情報番組どですかのインタビューで好きな後輩について、やらかす感じがいい、偉い人、先輩の前になるといい子になる子よりも相手が誰だろうとブレないというかと北山さんの話をしていました。滝沢氏が特に手を焼いた後輩はと聞かれると出てきた名前も北山さんでした。師弟にも父にも近い理想の先輩後輩関係が確かにあるのだと感じさせるやり取りをしていた2人。今回の音声流出ですぐさま警鐘を鳴らした理由は、バッシングを浴びている北山さんのためでもあったのかもしれません。一方の音声流出の被害に遭ったナンバーアイの3人は、国内最大級の都市型フェスとして人気を誇るサマーソニック2024への出演が決まっています。ナンバーアイといえば4月にアメリカ最大級の音楽フェスコーチェラの特別ステージ88 Rising Futures に電撃出演して話題となったため、日本のサマソニへの出演も噂されており、それが現実となったわけですが、必ずしも歓迎する声ばかりではないといいます。スポーツ紙芸能記者の話では、2000年に初開催されたサマソニは当初洋楽ロック色が濃く、03年には90年代の A ロックシーンを代表するブラーとレディオヘッドを迎え、05年には A ハードロックバンドの重鎮ディープパープルが超特別ゲストとして出演するなど、日本のロックファンも感涙でした。ただ近年は旧ジャニーズ系や K-POP アイドルグループの出演が増えるなど、ジャンルが混在しています。ネットにはサマソニってアイドルフェス、アイドルのファンは来るななどという批判的な投稿も目立ちますねと語っていました。通常のコンサートツアーとは異なり、サマソニはあくまでもフェス、そのあたりの位置づけをナンバーアイのメンバーもよく理解しているといいます。ナンバーアイにとってコーチェラのステージは完全にアウェー、アメリカでは全く無名の自分たちがどこまで観客の心をつかむことができるか大きなチャレンジでした。激しいラップ曲ゴートではアジアのスーパースターであるジャクソン1という助っ人の力を借りはしましたが、海外での初ステージをやりきったメンバーの表情は輝いていましたよ。続けてその文脈から言うと、コーチェラ同様アウェー感が強いサマソニではナンバーアイの実力がさらに問われることになります。ファンダムや音楽ジャンルの好き嫌いが激しい観客の中に飛び込むことによって、生のステージングの経験が積めるし成長できる良い機会、和のテイストが入った新曲ボンの YouTube 公式動画は公開2日で1000万回を超す大反響ですから、年配の洋楽ファンも彼らのステージには関心を寄せるのではないでしょうかと期待を寄せています。そんなナンバーガイはどんなステージを披露してくれるのかとても楽しみですね。そして心ないアーティストへの誹謗中傷がなくなり、日本の音楽シーンがもっと盛り上がることを期待しましょう。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。